どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画なんですが、SBC 作成優先度ベスト10になっています。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。フッティーズが始まってからね、毎日1人もしくは2人、怒涛のペースで選手登場しているっていうところで、まあ何から作ればいいかよくわからんくなってきましたって方が結構出てきてるんじゃないかなというところで、個人的にね、現在登場している SBC、選手とかパックとか含めて、この順で作っていくべきなんじゃないかなというところのベスト10形式で発表していきたいと思います。ぜひ参考になれば幸いです。ということで早速第10位からですね、始めていきたいと思います。第10位はシェイプシフターズアイコンのチェフです。作成コスト大体18万ぐらいになっています。まあ作った方もね、結構多いんじゃないかなと思うんですけど、まああのゴールキーパーのチェフがね、ストライカーになったということで、かなりインパクトあるカードになっているかなと思います。で、能力なんですけど、見ての通りね、非常に素晴らしい加速タイプ長いの選手だなというところで、スタメンで使うのもね、もちろんいいですし、サブでも十分破壊力があるよっていうカードになっています。まあやっぱ身長がね、196センチあって、こんだけペースあって、フィジカルもね、あるってなると、なんかフライスルーとかで抜け出した時にね、結構勝ちやすい。まあ理不尽な突破の仕方ができるっていうことで、結構今でもね、使ってる方多いですし、個人的にも結構相手してて嫌な選手になってますね。なんで、結構おすすめになってるかなと思います。第9位が92プラスアタッカーアイコンアップグレードです。作成コスト17万と結構安いんですけど、レートが92以上のね、フォワードしか出ないということで、結構お得になってるんじゃないかなと思います。ペレとかロナルとかね、あとはアンリとかエトーとか、そういった、直近の中でも結構当たりのアイコンが、まあ、もしかしたら当たるかもしれないということで、まあ、そういう博打がね、17万だったら、まあ、手出してもいいんじゃないかなというところで9位に設定しています。第8位がバースデーマルディーニです。作成コスト148万ということで、かなり高額ではあるんですけど、しっかり強いセンターバックということで十分選択肢に入ってくるんじゃないかなと思います。見ての通り数値は非常に素晴らしいものがありまして、シャドウにすればペースが95近くになりますし、守備カンストリアクション冷静さが98ということでね、非常にセンターバックとしては間違いない出来になってるんじゃないかなと思います。まあフィジカル90が若干寂しいところはありますし、身長がね、186センチっていうところとジャンプ86なんで、まあ、上から叩かれたりとか、あとはさっき紹介したチェフとかね、そういったカードの突破がまあ、若干辛いなっていうところがなくはないかなとは思うんですけど、まあ、このカードね、やっぱ守備がめちゃくちゃ上手いですと、ボールの取り方が非常に上手いんで、まあそういった短所を十分カバーしきれるぐらいには優秀なセンターバックになってるんじゃないかなということで、十分おすすめできるカードになってると思います。第8位にしています。第7位がカバースターアイコンのロベルト・カルロスです。今作からね、新しく登場しているこのカバースターアイコン、過去作のカバースターになっている選手がめちゃめちゃ強くなって登場するっていうカードなんですけど、それの第1号ですね。ワークレートもハイハイで、スキル逆足も55になっていますし、ステータスもね、非常に素晴らしいものになっているということで、まあ、サイドバックもそうなんですけど、中盤でも使える非常にいいカードになっていると思います。トロフィータイタンアイコンに比べてもね、かなり守備改善されていますんで、結構期待していたんですけど、守備のね、自分で操作している感触としては、まあ、正直そこまで変わらんなというか、なんかジョッキーしている時の粘りとか含めて、もうちょっと欲しかったなって思うところはちょっとありましたと。レートは97なんですけど、サイドバックとしての RPP 実質的なレートっていうのが95なんで、まあ、そこまで圧倒的なカードかって言われたらちょっとわからんなっていうところですね。使う前は正直サイドバックこれ一択なんじゃないかなぐらい期待していたんですけど、まあ、ちょっと使ってみた結果としてはまあまあこんなもんかと。まあデイビスの方が強いかなっていうぐらいなんで、まあちょっとね、もうちょっと上位に置きたかったんですけど、第7位に設定しています。第6位がロドリゴです。フッティースのカードになっています。スキル逆足ともに55になっていますし、ステータスもね、非常に素晴らしいですと。ペースカンストしてますし、シュートもドリブルもね、非常に素晴らしい数値になっていると思います。まあ、シュート力、ロングシュート、リアクション、このあたりちょっと寂しいんで、例えばマークスマンとかでね、底上げしてやると、同時にフィジカルも上がるんでね、非常にいいカードになるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ちょっとですね、高すぎるかなと。94万っていうコストが、まあ、ネックになってるんじゃないかなと思いますし、あと、このカード大きいのか、プレミアムじゃないっていうことですね。もちろんね、サブで使ってもいいとは思うんですけど、まあ、これぐらいのコストのカードはやっぱスタメンで使いたいよねっていうところで、まあ、ケミストリーが合わないとね、すぐ外れちゃうカードが94万するっていうのが、まあ、ちょっとね、まあ、割高感は否めないかなというところで、ちょっと順位下げていますが、まあ、でもね、非常に素晴らしいカードになってると思います。次に第5位がエイブラハムです。これもね、通常フッティーズのカードになっています。ロードトゥーザファイナルのカードと違って、スキルが5、逆足が4っていうところで、まあ、逆足が5じゃないところがちょっと残念かなとは思いますが、ステータスはね、非常に素晴らしいと思います。
第10位に置いていたチェフからね、また一回り強くしたみたいな感じの数値ですね。見ての通りリアクションから冷静さまで90代後半ということで、非常に素晴らしい数値で、ポジショニング決定力も高いですし、加速タイプも長ですしね、サブで使って、最強クラスのカードになってるんじゃないかなと思います。非常に素晴らしいカードで、作成コストも22万、まあぼちぼちかなと思うんですけど、まあやっぱこれもね、通常フッティーズですというところと、あとはまあ逆足が4になってるっていうのがね、まあ今時はやっぱちょっと55が多いんで、そのあたりが若干気になるかなとは思いますが、まあとはいってもね、非常に強い優秀なカードだと思いますんで、作る価値は十分あると思います。第4位がレート86プラスの選手ピックです。作成コスト31000コインと結構安いんですけど、レート86以上の選手4枚のうち1枚選べるということで、結構ねレートが高い選手出る可能性もありますし、もちろんねフッティーズも出る可能性あるということで、まあ毎日ねお試しでやってみて ESBC になってるんじゃないかなと思います。ということでここからはトップ3ですね。第3位は EOAE 時代の終わりのカンテになっています。非常に素晴らしい CDM になってると思いますね。まあ、CDM に欲しい数値がほぼ全て完璧に満たされていますし、視野もしっかり高いし、攻撃参加もできますと。で、ドリブルもね、上げてやれば、ドリブル95までね、エンジンにすれば持っていくことできますんで、非常に素晴らしいカードになってると思います。作成コスト118万してるんですけど、まあ、作って損なしなカードだと思いますね。僕もね、今でも使ってるカードですし、十分ね、最後まで戦えるカードになってるんじゃないかなということで、非常にお勧めできるカードになってると思います。第2位はシャキリですね。プレミアムフッティーズのカードになっています。スキル、逆足ともに55になっていまして、ポジションは右ウィングとあとトップ下のカードですね。で、能力なんですけど、まあ、ハンターつけてくださいと言わんばかりの数値になっていまして、ハンターつければペースとシュートが、まあ、カンストもしくは95付近まで持っていきますし、パスも文句なしに高いですし、ドリブルはほぼカンストということでね、非常に素晴らしい出来のウイングになっていると思います。僕このカード今めちゃめちゃ使ってるんですけど、スタッツがね33試合41ゴール10アシストということで、まあ、ちょっとね異常な数値になってるんですけど、この選手ですね、ペナ外からのコントロールシュートが異常に上手くて、もう端っこの端っこね、相手のキーパーが誰であろうが、もう5回打ったら1、2回入るぐらいのカードになっていますんで、非常にね得点に絡んでくれるいいカードになってると思います。身長も低くてペース感、そしてドリブルもめちゃめちゃ高いんで、縦の突破力もめちゃめちゃ高いですし、フィジカルも90あるんでね、結構当たられてもね倒れずに進んでいけますということで、まあ、メッシみたいなね感じで使うことができるこのカードが、9万で、しかもプレミアムフッティーズ絶対にケミさんになるっていうことで、非常にお勧めできるカードになっていると思いますね。まあそこまでねコインに余裕がない方でもすぐ手出して、すぐ使えるカードになっていると思いますんで、とりあえず作っていいカードになってるんじゃないかなとは思います。ということで第1位はソン・フンミンです。プレミアムフッティーズのカードでして、作成コストが約74万になっています。正直ね、今このゲームやってる方は100人中100人作るべきカードなんじゃないかなという感想ですね。めちゃめちゃ強いと思います。見ての通りね、スキル結果足ともに55になっていますし、トップ下とね左ウィングできるということで、非常にスカットに入れやすいですと。でステータスも非常に素晴らしいです。スペース、シュート、ドリブルがほぼ完走していますし、スタミナも99ですと。で視野もねカーブもしっかりありますんで、どこのポジションでもね使えるカードになっています。まあ、やっぱりポジショニング決定力99でドリブルこれだけ高くて、でなおかつスキル逆足5だと、まあ、なかなか相手からしたら止めるのが難しいですと。自分で使っていてもなんか183センチあるとは思えないね、ドリブルの軽やかさもありますし、決定力もね文句なしに高いですし、基本的にはまあこれはもうトップクラスのカードだなと全員が思うカードになってると思いますね。まあフィジカルが73なんでね、正々堂々当たられた時はちょっと厳しいんですけど、その前にしっかり自分でカバーしてっていうことができるカードになっていますんで、使っていて困ることはないカードになっていると思います。結構万人向けのね非常に素晴らしいカードになっていますんで、このカードを1位にしたいと思います。ということで個人的な SBC 作成優先度ベスト10以上になります。ぜひ参考になれば幸いです。もちろんね、これからどういった SBC が来るかは分かりませんと。例えばレアルマドリンのベリンガムのカードとかね、カバースターのベッカム、シェフチェンコ、あとはロナジューヌとか、そういったカード来るかもしれないんですけど、まあどっちにしてもね、気になったカードはどんどん作っていいと思います。どうせもう2ヶ月で終わっちゃうゲームなんでね、まあ作らなければ作らないほどもったいないということで、コインもね、もう FC24 が発売した時にはゼロになってるぐらいの覚悟で、どん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 使っていっていいんじゃないかなと思いますんでね、皆さんそれぞれ楽しんでいただければいいんじゃないかなと思っております。今後も FIFA 関連の解説動画の投稿ですとか、あとは自作ね FC24 の情報に関しても動画どんどん出していきたいと思っております。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では。